はいじゃあこんにちは皆さんこんにちは、えー、今回はですね FT ライフというまあこの会社もあの香港の保険会社なんですけども日本人にとっても若干知られてるんじゃないかなと思う保険会社のですね、えー、一つになりますがその概要についてですね、えー、どんな会社なんだろうってね思ってる人もいるかもしれませんので、えー、まとめていきたいと思いますよろしくお願いしますはいじゃあいつも通りですねあの FT、えー、ライフ香港のですね歴史格付け 資産運用規模で事業内容と商品ラインナップっていうですね、あと日本人向けの対応っていうですね、このいつもの順番で進んでいきたいと思います。はい。じゃあまず歴史ですね。FT ライフね、あのもしかしたらあの香港に来られてどんな会社なんだろうってね思ってる人も多いかなと思うんですけども、まあ実はこの会社ですね。1990年ね、フォルティスフィナンシャルグループっていうことの保険部門でですね、フォルティスっていうですね名前の保険会社だったんですよね。 でこの会社ですね、あのまあ、最近でこそ日本の人も、ね、耳にすること多くなって、まあ、それなぜかというとですね、今ちょっとキャセの、ねえーの、まあ、リストラ事件じゃないですいろいろありましたけど、えーっとですね、キャセーの飛行機内,機内のモニターでよく CM をしてんですよね。 でそういういろんな CM をしてる会社で f t ライフっていうね、まあ、こ,のこのロゴですかねこのロゴってちょっと有名になっていろんな日本人がね主流になったというのなんですけどもまあ実はその前はですねフォルティスホールディングスっていうことの,あの名前になってましたでその後ですねここもまあ私はどうでしょうねここの時にこの名前の時に若干知っててああそういう会社あるんだと思っててエイジアスっていうですねちょっと別の会社にこうねあの名前が変わったんですけども、まあ、2010年,年にですね、えー ベルビーではですねブリュッセルを拠点に活動しているこのエイジアスですね、そこのグループとしてですね、また立ち上げました、これもこれで日本人がぽンんと知るようになったんじゃないかなと思います。これもよくな広告宣伝してましたね。でえ、さらにって言ったらなんですけどもね、2016年にですね、これがあの、うん、1回ですね、なんでしょうね、中国のファンド、中国の資本を受け入れて、 今の名前ね FT ライフっていうことにですね変わったんですよね。なので私がちょっと見たこの歴史の中でもですね、えー、なんて言うんでしょう、三回目名前が変わってます。 で昨年ですね2019年にこれはニューワールド・ディベロップメンツというですねこれはの香港の、まあ、上場企業ですねの1つでありますこの企業が、えー、オーナーになって、まあ、純粋なあの香港のです、ね、保険会社になってるんですけども、えー、名前がこう,、うんんでしょうね、見売りしたというとですね言い方すごく悪いかもしれませんけども、まあ、まあ見売りされるぐらいなんですごくですね財務内容とかこう強固というかですね、えー、いい財務内容なのでこうやって。 まあ転売っていう言い方もですね、よくないですよね。名前が変わるようなですね、存在になってます。はい、なので、えー、そこで、まあまあオーナーっていうですね。持ち主が変わったんですけども、今は F. T. ライブとして、こうやっていると。いうことで。そうですね。まあ、あのー。人に歴史ありっていうようにですね、保険会社にこういった感じで、こう歴史ってのありますよね。 なのでもしですねこれ今、見られているこう日本の方、まあ、日本人の方っていうのはですね、えー、FT ライフ、FT ライフってどんな会社なんだろうと思っているかもしれませんけどもこういうふうにですね会社がこうちょっと、うん、移り変わりがありますよとねそこだけはまず認識しておいた方がいいかなとで安心かどうかってね言われるとですねすごくまあ、うん、どうかなとはありますけども香港のですねこの企業が保有しているという意味で香港人の方すごく安心している会社の人じゃないかなというふうふに思います。はい えー、すみませんこのね動画で言っているのがあれですけど中国資本って言われてる、ね、よりよくなったんじゃないかなというですねそんな雰囲気ですはいまあもしかしたらねえ本当はどうなんだっていうのあるかもしれませんのでその時はですねぜひ問い合わせをいただけたらなと思いますけどもじゃあまず格付けからいきましょうね FT ライフの格付けっていうことでいくと、うん、はいそうですね、えーまあ、完全にこの、うん、さっきのですね、えー、あこっちですねあうんこうかはい このですねニューワールドディベロップメント社というところの,この下にですね NWS ホールディングスというのがあるんですけれどもそこの100%子会社ということになっています。ちょっとね資本家系いろいろごちゃっとしてるんですけれどもまあフィッチというですねところとムーディーズあこれよく聞くですね格付け会社の一つ一角ではあるんですけれどもそこで A プラスというのとですね A3 というですねこれどちらもまあまああ強いということのですね評価を得ています。はい あそうですねあの先ほどこう名前出てきましたけども上場してるですね香港市場にこう上場してる会社のおなんでしょう、ね、そこの子会社の、まあ、子会社というです、ねえー、ここのゾーンにです、ね、金融子会社として FT ライフというのが、まあ、ありますよということですね。はいまあ、こういう,こう親子関係って意外とですねちゃんと見とかないといけないところもありますので、まあ、そういう意味ではですね非常にこう、まあ、優秀な暑さなんですけども香港の中でも、うん、日本でいうとどうなんでしょうね。 えー、三菱不動産だとか,なんかそれこう不動産大手が保有している金融会社という、まあ、そういうイメージじゃないかなというふうに思います。はい、それではです、ねえーまあ、資産運用規模とかです、ねえーまあ、保険会社でいう売上に当たるです、ね、保険料収入というのがどれだけになっているかというとです、ねえーまあ、運用しているです、ね、資産運用総額と書いてまますけども、ま、たちょっと難しいですよ、ね、こう数字が増えて6万4685100万香港ドルというですね すごく難しいんですけども、まあ、今の冷凍いくと大体9,000億円ぐらい、まあ、1兆円弱ですね運用してるというのを思っていただければいいんじゃないのかなとで毎年の保険料収入というのは、ね、7736100万香港ドルと、ねまあ、これもなかなかちょっと、ね、あの難しいです1,000億円ぐらい、ね、毎年保険料の収入っていう、まあ、新規でこう稼いでるということで。 まあでしょうね資産運用のこう規模もそうなんですけども保険料収入もちょっとこう上がってますよということでですね今それこそ香港のこうねオーナーに変わってからというのがまあよりですね頑張っているんじゃないかなというふうに思います、はい、日本の保険会社をこう評価するね数字の一つでありますあのソロベンシー・マージンですねソロベンシー・レーシオと書いてますけどもここもですねえーまあ600%ってあるのでまあ比較的十分な 数字になってるんじゃないかなというふうに思います。まあソロベンシーマージンで調べてねいただければ、これまたネットでも検索できますのでそれ見ていただけたらと思います。はい。じゃあ次はですね、えー、まあ F.T. ライフ香港のじまあ事業内容ですね。まあ事業内容なんかこれもしかしたらねこのシリーズで初めてだったかもしれませんけども、まあ生命保険会社ですね、損害保険会社、これどちらもこうやってる会社になります。はい。で、えー、今回ですね我々がこうご紹介しているのはですね。えー まあ確定保証されてるる部分があるですね金融商品を主に扱っている、うん、まあまあ保険っていう貯蓄保険でブルーに入るんですけども、まあ、ここにちょっと書いてますけど投資っていうですねエイジアスとか FT ライフっていう時にこう投資のです、ね、プランっていうのをこの会社からこう誰かをですね通してご選択いただいたお客様っていらっしゃるんですけどもその方はですねあの場合によってはですねすごくこう なんでしょうね、運用の波に乗せられて私なんかあそこで買ったけど儲かってないわよそんなにみたいなですねそういった噂もちょっと出てきてますのでそれはあのすみません私がこう保険会社かばうわけじゃないんですけども保険会社が悪いというよりはまあ運用の手法が悪かったっていうことをですね気をつけないで見ていかないといけないかなと思います。そとうい,ううい,いう方がいらっしゃったらです、ね、ぜひね、えー、弊社じゃあ問い合わせいただけましたらですね状況の確認っていうのはさしていただけるのかな いいいうふうふに思いますのでご一,で、ね、あのご一歩くださいで損害保険ね、ねこれ皆さんのこう、ねえー、日本でもそうですけど、うん、自動車保険とかですね賠償責任保険とか障害とか、まあ、そういう,こう、うん、身近なけがとかですねビジネスのこう保障に関することもですね一緒に取り扱っておりますので生、えーまあ、存保の相互のこう会社ということで、えー、香港でもビジネスをしております。はい ということで、ですねちょっとま香港の中でイケイケの部類に入る保険会社があるんですけれども、そこの代表するですね商品のラインナップというのをです、ね、ご紹介したいと思うんですが、一、まあ、つがですねリージェントプレミアム2ということですけれども、これそうですね、あのまたこれ用の動画、ですね商品説明の動画ってまた改めてですね撮るんですけども、ざっくり言うと、ですねこれも2年間。 まあ例えばその2年間まあ500万でもいいしまあ100万ずつもいいんですけど2年間、500万500万払ってトータル1000万という金額をですねえ払ってお支払いいただくとその後もずっとまあ保険香港の保険業界で一番長いじゃないかな長いんじゃないかなと思うんですけれども128歳まで,ですね運用が継続できるというですねあ128歳ですね。歳はい そんなに生きてねえよっていうね話を男ちの耳にしそうなんですけどもはいそうなんです、まあ、とにかく最近の保険でですね、えー、ゴールをすごく長いところに設定されててなんでかなと思ったらここなんですよね、まあ、次世代に託すって書いてますけどこれ日本のね日本居住者とうん日,本、まあ、日本人でもこうね日本に帰国することも初めから決めてる人にはですねあんまり意味のない機能なんですけども国、まあ、ここ相続税とか贈与税がない香港ですとですね、えー、このプランね 自分でこう入ってまあお金をね増やそうと思って入ったけどもそのままもう自分の子供にあげちゃえと、ね、契約その種の権利ももう子供にあげるし保険の対象になる人も子供にあげるっていうですねそういうちょうど日本では考えられないですねそういうこう機能がついているプランになります。 他のです、ね、保険会社のプランの中にも、ね、いくつかご紹介はしたと思うんですけれども、まあ、詳細は、ね、また別途お伝えしたいと思いますがそういうふうにです、ね、3世代ぐらいにわたって1つの保険をです、ね、ずっと不動産のように持っていくっていう、まあ、そういったことが可能になるという、ね、プランになります。はい、これ、まあそうですね、運用の、うん、に関してもも、ね、香港のの保険の中でも比較的 まあ強い方じゃないかなと思いますのでねご興味がある方はまあお問い合わせいただけたらと思いますあと次ですねこれは日本でいうとこう特定疾病保険って言われるやつなんですけども日本だとどうなんでしょうねあの生活習慣病関係の保険ということで7種類ぐらいが対応しているとかですねまあそういったことがあると思いますけども香港の保険ですねこうそういう,こう生活習慣病プラスある方をカバーするということでそういう特定の疾患168種類になったらですね 保険金がもらえるっていうですね。まあそういったプランになっております。でどうでしょう。日本でもそうでしょうね。えー、まあ私のはい既存のお客様の中のですね、えー、はいも残念ながらちょっとですね、まあお亡くなりになった方ってこう過去にもまあいらっしゃるんですけども、まあ、ほとんどがですね、えー、癌で亡くなります。意外と事故とかっていうんじゃないですか。ほぼ癌ですね。癌で亡くなっちゃいます。はいということで。 えー、このがん,がん再発もカバーっていうところはねどこまでこうってありますけども治療がねがんの治療というのがもう進化していくと、まあ、こういうふうにこう何回かねこう出てもその治療のたびにこの保険でカバーするみたいなことができますので、はい、ここはまたね私ども弊社のこうコンサルチームにですねいろいろ確認してもらえたらと思いますけども、まあ、このご時世ですねしっかりためるっていうところとですね、えーまあ、がんのようにですね、まあ、突然の事故とは言いませんけども、うん、しっかり自分の 死を見つめるっていうことをねなってしまう病気の時とかにもですね備えるっていう、まあ、こういう2つのパターンというのはですね、まあ、これは海外だろうが日本だろうが、まあ、どこでもね整えておく必要があるんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとこれねどちらも詳細はまたの別途ですね他の動画でまとめてみたいと思いますのでやっぱりこうシンプルにですねこの FT ライフの中では比較的有名な保証っていうかですね保険プラン貯蓄プランとこっちは完全に保証ですね保証というプランをですねご紹介させていただきました。 で日本人向けの対応ということですね、えー、駐在員のファンも多いんですけどどこから聞いてきたのか分かりませんけど、まあ、駐在以外の方のですね加入というのも比較的多いというふうに私たちは耳にしております。はい、あとそうですねアプリとかもそうですけども基本、帰国後のですね郵便物とかっていうのもですね日本にお送りすることができますので、まあ、他のですね香港にある保険会社と同様にですね日本に限らずですね他の海外も含めて しっかり郵送するというされるとということで、まあ、保険、海外で入ったけど、ね、うちの,あの嫁さんに知られる前にこう自分が死んじゃったみたいなことがないようにですねきっちりその郵便物はですねその自分の住所に届くようにということを、ね、設定してもらえればいいのかなというふうに思います。なななのでで日本人かからしてもですね、まあ、比較的安心じゃないかなと,、はい、ということで、えー、最後になりますけどもあ通常だったらもう一枚入れてるんじゃないかと思いましたけどそうですね、えー、困ったときは弊社満点までということで。 まあお手元にですねあの海外でまあ例えば加入された保険だとかですねその資産運用のこう資料だとかって比較的どうでしょう,うん英語で書いてあるやつ多いんじゃないかなと思いますけどももしかしたら緊急のねレターが届いてるかもしれませんしそれあなんかいつものかなとポイってしちゃうこともあるかもしれませんけどもちょっと気になってこれなんだろうと思った方はですねまあ,えまあ有料無料にかかわらずですね一旦ちょっとこうね聞いてみるっていうことは大事かなというふうに思います。 あとはまあそうですね海外でこうね「イけイけ」っていう,こう私言語もできるしっていうことでですね加入した時まあ商品選んだ時はね外国人の銀行の担当でしたっていうことあるんですけどもその現状私何でこれに入ったんだっけっていう方って意外といらっしゃるんですよね入ったことは覚えてます入って入るまでは一生懸命考えてるんですけどそのプランを選んだ瞬間からですね人の記憶ってすーっとこうなくなっていくんですよねまあもちろんそうですよね。 本業であるとか自分の家族のことにもう頭いっぱいになってしまうのでなくなってしまうんですけどこの現状確認って比較的こう大事な1年のサイクルになるんじゃないかなと思いますのでえどうしてもなんかよう分からないなという人ですねお問い合わせいただけたらなと思います。あとも住所変更とかですねちょっと今このコロナのご時世とかでどうしてもキャッシュ化しないといけないという時の解約の手続きとかですねなんだかこう連絡したいけどなんか担当がいないみたいなね そういったことでお困りの方いらっしゃればですねちょっと弊社サポートまでまずはちょっとご一報我々どこまでねご協力できるか分かりませんけどあのサポートできる範囲でさせていただこうかと思っておりますので是非ですねご活用いただけたらなというふうに思いますそれではですねちょっと短いのかな今日はどうか分かりませんけども香港の保険会社のですね日本人の中でも比較的有名な保険会社のですね f t ライフっていう会社のご紹介をさせていただきましたでは また次回ですね。はい、お疲れ様です。